はい、皆さんこんばんは。カミカミチャンネル生配信へようこそいらっしゃいました。今回の企画はキャプテン翼ネクストドリーム新シナリオ追加体験会でございます。楽しみましょう。なんとなんと2日前に更新されていたようです。さて、プロフェッショナルなプレイ行ってみよう。ドルトムントの若き司令塔ミハエル・クロースの巧みなゲームメイクによってカタルーニャは前半3失点を喫する。グループリーグ突破を盤石なものにするためファンサール監督は後半からリバウールの投入を決断するのだった。翼、まずはドルトムントの司令塔ミハエル・クロースを潰す。潰す。はい、俺も同じ意見です。まずは彼を止めないと。翼も同じ意見だそうだ。若く荒削りだがいい選手だ。チームの起点としてきっちり仕事をこなしている。翼、お前のようにな。あ、逆を言えば奴に仕事をさせなければこちらにもチャンスが生まれるってことだ。お前は前半同様自分の判断で動け。クロースのことは俺に任せろ。はい、後半絶対に巻き返しましょう。リバウルさん、3点差をつけられたカタルーニャ、切り札リバウールを投入し挽回を図ります。出てきたかリバウール。カタルーニャレジェンドと戦えるなんて光栄だぜ。ただ勝つのは俺たちドルトムント。もうあんたの時代じゃねえってことを教えてやる。ニッタ含め若くて威勢のいい選手が揃っててなかなかいいチームだと思いますよ。ドルトムント後半戦が始まります。攻勢をかけるカタルーニャ、リバウールがボールを持ちドリブルで攻め込んでいきます。来たリバウール。おっと、リバウールの前に立ちはだかったクロース。1対1の勝負を仕掛ける。もらった。なかなかいい動きをする。だがまだまだ経験が足りてねえな。リバウール、ボールを軽やかにコントロールしクロースに渡しません。どうした、ボールをもらうんじゃないのか。くそ、黙れ。今だ。あーっと、リバウール、クロースの股下を抜ける絶妙なパスだ。一瞬の出来事にクロースは反応できない。期待外れだ。ふざけやがった。前線でボールを受けたイエニスタ、そのまま翼へとパスをつなぐ。ドルトムント守備陣は翼の猛攻を止められるか。ここは絶対に決める。お、決まっちゃうの？あっさりー。ゴール！翼とイニスタ、見事な連携で突破し豪快なシュートを決めました。よし、まずは1点だ。なんだか平戸抽選を思い出すぜ。1点を返したカタルーニャ、リバウールと翼を中心にさらなる猛攻を仕掛けていきます。調子に乗り上がってすぐに奪い返してやる。翼、ビクトリーノ、畳みかけるぞ。まあね、才能豊かな選手は揃っていますから。カタルーニャの攻撃が止まらない。流れるようなパス回しでドルトムントのゴールに向かい攻め上がる。必死。メイジョ、好きにさせるか。リバウールめがけてクロースが強烈なタックルを仕掛けた。いい目してる。サッカーはもっと頭を使うもんだ。こんばんは、豪華メンバー。うんうん、パンサーストリーム的な流れの中のゴールが見てみたいね。ビクトリーノくんの
リバウールのループパスを受けた翼、ワンタッチでゴール前へボールを出した。お、来る？来たー。そこにはビクトリーノが走り込んでいる。オフサイドの笛は鳴っていないぞ。パンサー、あっさりゴール。今度はビクトリーノが決めた。カタルーニャ、鮮やかな連携からの追加点だ。やったぜベイビー。後半怒涛の反撃を見せるカタルーニャ、1点差まで追い上げました。また抜きね。これ見よがしなループパス、そしてあのバカにしたような表情。やつは俺を見下してやがる。舐めやがって。どうしたんだクロース。そう向きになってるとますますドツボにはまるぞ。リバウルを意識しすぎるな。うるせえ、わかってる。とにかく落ち着け。流れがカタルーニャに傾きつつある。守りを固めてこれ以上の失点を防ぐべきじゃないか。今日はもう負けるな。クロスのやつ頭に血が昇ってるみたいだ。ああ、リバウールのことしか見えなくなってやがる。あれじゃ冷静なゲームメイクなんかできねえ。俺たちでフォローするしかねえな。この1点差絶対に守りきるぞ。でもまあ負けるかもな。前半が嘘のようにドルトムントは消極的な動きになっています。キーマン来た。流れがカタルーニャに傾いている。カタルーニャだけにだ。今はとにかく耐えて守りに徹するんだ。頑張れニッタ。ここで流れを止めず同点に追いつきたいところ。積極的にプレスをかけていきます。落ち着け、まだこっちがリードしているんだ。ここは無理する必要はない。ビビっているのか。ドルトムントは臆病者揃いだな。サポーターも気の毒だぜ。乗せておけば上等だ。さっきの借りを返して。レッドカードだけは、レッドカードだけは気をつけてくれよ。あっと、急にどうしたんだクロース。長時間のパス回しから一転、単身ドリブル突破を図るのか。無茶だクロス。俺にボールを出せ。一旦立て直すぞ。リバウールを抜けた。流れはドルトムントに傾く。やってやる。これね、ジュニアユース戦の対エルシド・ピエールよ。これをみんなこだわりすぎたがゆえにさ、大苦戦するってね。クロスのやつリバウールしか見えてねえ。気合が絡まってるぜ。何、死角から接近したイニスタがクロースからボールを奪い取った。この若さ嫌いじゃない。うんうん、わかります。もらったぜ。しまった。行くぞチャービー。あ、俺たちで決めてやる。イニスタとチャービーが息の合った連携でゴールへ切り込んでいく。行かせるかよ。イニスタの前にタイガーボランが立ち下がった。一方チャービにはケビン・シュミットが張り付きパスコースを塞いでいる。こんだけ素晴らしい才能が揃ってんだもの、ドルトムント。だがゴール前ペナルティーエリア内には翼が上がってきている。イエニスタからの速いパスが通った。決める。シュート体勢の翼、しかしエリック・シュミットがブロックに入っている。なんと翼、瞬時の判断でシュートを横へのパスに変えた。このパスにペペが反応している。行くぜ。決まった。入った。カタルーニャ、後半怒涛の攻撃でついに同点に追いつきました。よっしゃ、ナイスパスだぜ翼。おい、いい加減にしろクロス。リバウールにこだわりすぎて周りが見えてねえぞ。このチームの司令塔は俺だ。ハートランドは黙っててくれ。
落ち着けって、さっきからお前らしくないぞ。俺は落ち着いてる。今度こそ俺がリバウールを。何が司令塔だ。これ以上みっともねえ真似すんならベンチに下がれ。目障りだ。ハートランド、俺たちの目標チャンピオンズリーグの制覇だ。リバウールがどうした。チームが負けたら意味がねえだろ。そう、本来の目標を忘れて俺は独りよがりのプレー。とはいえ前半の3点リードはミハエル・クロスの活躍ありきだけどな。ハートランド、ニッタ、すまない、もう大丈夫。おかげで目が覚めたぞ。お、へ、ようやくか。信じてるぜクロス、お前と俺たちが力を合わせればカタルーナだって敵じゃねえんだ。さあ、分かんなくなってきたよ。ああ、もちろんだ。このサポーターたちの声援にも応えないとな。リバウール、怖い相手だ。おそらく意図的だろう。あんたに乗せられた俺はまんまと自分を見失っていた。これドルトムント勝つんじゃね。ドルトムントを勝利に導く、それがチームの司令塔として俺の果たすべき責任なんだ。平戸抽選というパターンもあれば、僕のキャプテン翼ロックにおけるアルヘンチノス VS ハートランズ FC パターンもあるからね。初回クリア報酬、そしてアディショナルタイムの攻防。ペナルティエリア外、そうだね。試合は同点のままアディショナルタイムへと突入しました。ペナルティエリア外からのゴールにこだわったヒューガ君ね、懐かしいですね。アディショナルタイムは8分。勝ち越しゴールを決めるには十分だ。8分、現代サッカーだな。もうリバウールとの勝負にはこだわらねえ。チーム全員で勝ちに行く。クロースの面構えが変わった。この短時間で切り替えてきたか。いい選手だ、いい選手だ。少し余計なことをしちまったかもしれねえが、勝ち越し点を狙うドルトムント、カタルーニャゴールを目指し襲いかかります。イガーボランからパスを受けたクロース、しかしその先にはリバウールが待ち構えている。もうあんたとの勝負にはこだわらない。俺の役目、このチームの中心、司令塔として勝利に導くことだ。おっと、リバウールとの直接対決を避けたクロース、ここはハートランドへボールを渡します。ハートランド、ニッタとのワンツーでカタルーニャのディフェンスに蹴り込んでいく。ニッタがいい目してる。そしてなんとなくお兄さんっぽい顔立ちだ。この落ち着き、残された時間はあと少し。このチャンス必ずものにする。頼んだぜ。ハートランドからパスを受けたニッタ、ペナルティーエリア付近のスペースにボールを出した。そこにタイガーボランが雄たけびと共に走り込んでいる。うおー、この試合負けたと思ったけどワンチャンいけるかもしれねー。きたー、こぼれ球も狙っていこう。タイガーボラン渾身の来週シュートが炸裂だ。二度も同じシュートを食らうか。いいぞ、弾いたぞ。バルテスの横飛びパンチングが炸裂だ。これよ、これ、これを狙ってけ。うわ、拾われたか。クリアボールをいち早くフォローしたパジョル、マイボールにし中盤のペペにパスを送る。よし、チャンスだ。させるか。ドルトムント、守りの要エリック・シュミットがペペの動きを止める。隙がねえ。それにすげえ気迫だ。相手も必死ってわけか。ペペ、こっちだ。おお、目がちゃんと動いてた。
ペペからボールを受けたリバウール、軽やかなドリブルでドルトムントゴールへ向かっていく。やべえ、怖いぐらい、怖いぐらい翼が今気合を消しているんだよね。リバウールの前にクロースが立ち塞がった。しかしどうしたんだ、クロース、リバウールとの距離を詰めようとしない。来いよ、負けっぱなしでいいのか。安い挑発だ、反応する必要はない。部活に距離を詰めず、リバウールの動きを見極めるんだ。悪くない判断だ、もう少し遊んでやりてえが、あまり時間を使うわけにはいかない。リバウール、クロースに阻まれ逆サイドにパス、翼がこのボールを受け取った。エリック止めるぞ。お、再び翼に挑むシュミット兄弟。しかし翼は軽やかなジャンプでこのタックルをかわした。まだだ。あっと、ケビン・シュミット、ジャンプ中の翼に向けて足を伸ばしボールを奪うつもりだ。ボールは渡さない。翼、なんと空中でボールを蹴り、前に出ていたリバウールに向けてパスを出した。何？仕留める、決めさせるか。なんと翼とリバウールの連携にクロースが食らいつく。トラップ直後の隙をついて仕掛けたぞ。しかしリバウール、左右のフェイントを交えたステップでクロースを抜き去った。巧みなボールコントロールにクロースも反応できない。お、決まった、ゴール。リバウールの強烈なシュートが炸裂、ついにカタルーニャが逆転に成功。まだ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 いけるいける。止められなかった、こいつ翼を囮にした連携を読んでいたのか。俺から目を離さずに食らいついてくるとはな。え、終わっちゃったさすが翼のチーム、ここで試合終了のホイッスル。4対3と大逆転で勝利をつかんだカタルーニャ、3連勝でグループリーグ1位の座を死守。おなじみの後半からの大逆転。クロース負けちまった、言い訳もできないくらいの感動、俺の責任だ、すまなかった。翼大好きなウブ主であっても、今回はドルトムント勝ってほしいなってちょっと応援する気持ちあったんだよ。負けはしたが得たもの多かった、次の試合ではしっかり倍返ししてやろうぜ。ああ、このままじゃドルトムントは終われない、翼さんにカタルーナに次こそは勝つんだ。同じ過ちはもう繰り返さない、チャンピオンズリーグ俺たちで絶対に制覇しよう。ドルトムントの若き司令塔ミハイル・クロースか。手ごわい相手でしたね、あんな選手が世界にはたくさんいるんだ。荒削りだが面白い選手だ、あいつはこれからまだまだ伸びるぞ翼。ええ、すごいライバルになりそうです俺ももっともっと上手くならないとその息だ、この勢いのままグループリーグを突破してチャンピオンズリーグを制覇するぞ。はい。初回クリア報酬といったシナリオでした。途中本当にどっちが勝つのか予想できなくてワクワクしながら、シナリオを読み進ませていただきました。本当に、次回の更新が楽しみです。今日はどうもありがとうございました。